んし、すごい事故のように仕掛けてね。今日は昨日よりも1時間早く6時に2回目のこの声が始まりましたね。네어저께첫번째공연을끝나고저희스태프들모두그리고우리밴드분들모두공연이끝나고바로들어가서잔게아니라어떻게하면오늘공연을좀더의미있고좀더재미있게만들어볼까들어가서회의를했어요え昨日そして、下した結果が그냥하던거열심히하자입니다今までやっていた通り一生懸命頑張ろうということです。もう、하루만에많은걸바꿀수없지만、一日でたくさんのことをがらりと変えることはできませんが、그래도어저께가좀더노련하고능숙한그런모습들、여유로운모습들좀보여드리고싶네요。昨日以上にこなれた結果ですけど、時々それを聞いてるんですよ。저는이부분이제일좋은것같아요。僕はこの部分が一番いいなと思ってます。輝いて輝いて涙に溶けてゆく。非常に마음에들었던것같아요。この部分が一番気に入ってますね。もう이번투어를통해서준비는안했지만、今回のツアーを通じては準備しなかったんですけれども。できたら、できたら練習。練習できるかな時間がない忙しい忙しい今日終わったら札幌と札幌終わったら練習時間がないですでもできたら